ではこちらセルセタの次回回続きをプレイしていきたいと思います。前回こちらのキャスナンの町でこのカーナと合流しまして、そして3人でセルレイの町へ行くというところで終わったわけですが、その後こっちまでやってきました。ここセルレイの町のすぐ目の前ですね。でまあ途中で、このコモドに寄ったらここで、クエストがあったりとか、あと町の人の話が変わっていたりとか、まあいろいろあったんですが、そのあたりは、裏でやっておきました。でカーナの父親のところに行ったらカーナを嫁にやってもいいと、そんな話をいただきましたが、まあお互いのことをよく知ってからとそんなことを言って逃げてきました。さあではこれで行ってみましょう。おっと、おお、アドルじゃないか、よく来てくれたな。お前さんたちのおかげであれ以来毒は流れてこないよ。ただ犯人のガディスってやつはまだ捕まってないけどな。あ、そうですね、ガディスが犯人だということにしてあるんですよね。あいつはなかなか一筋縄じゃいかないだろうな。最近お前たち以外にも集落に出入りするやつが増えたよ。以前にも来たレオってやつが今ちょうど集落に来ているはずだ。あ、レオが来てるんだ。レオ団長、タイガを渡りたいってダダをこねてたみたいだけど、まあせっかく来たんだからぜひオズマにも会って行ってくれ。アトル、まずはオズマの家へ行ってみるとすっか。ついでにカーナを紹介してやろうぜ。はい。あ、でも待てよ、今思ったけどガディスが犯人ということにしていると言ったけど、あのスパーダの妖獣にナイフを突き刺していたのがあれがガディスだったのか。だとすると、まあ実際ガディスのせいであんなに毒が流れたということだから、まあガディスが犯人だったと言っていいのか。へえ、ここがそのオズマっていう人の家。ああ、若いがこの集落のまとめ役だ。えらく真面目なやつでだな。アドルたちか。オズマ来ましたね。よく来てくれたな。実はちょうど相談したいと思っていたことがあってな。相談？どんな話？ああ、実はずっと考えていたことがあってな。それでは資源の地へ渡る道が分かったというのか。記憶を失う前のアドルはどうも大河の向こうに渡っているようだ。ま、行ってみないことにははっきりしたことは言えないが、まずは入り口になっている遺跡を探さなくっちゃな。ふむ。ん？入り口を知っている？いや。あ、知らないんだ。アドル、あれ以来ずっと考え続けてきたことがある。僕は一族が守ってきた聖獣の謎を教えてもらうことができなかった。お前さんの一族がスパーダを聖獣として扱う理由ってやつか。ああ。だからといって、ここで何も知らないまま暮らしていて本当にいいのだろうか。両親が死んでしまった以上、もう謎を知る術などないのかもしれない。それでも僕は知りたい。一族が、父さんと母さんが守ってきたものが何だったのかを。ほう。聖獣たちは大河の向こう、資源の地からやってきたという。もちろん、そこへ行けば謎が解けるなんて保証はないだろう。これは僕のわがままだ。それでも、僕は資源の地へ行きたい。失われた謎の答えを自分で探し出そうってわけか。ねえ。お、私、事情はわからないけど、あなたの気持ちはよくわかる。このままここにいたら、絶対に後悔するってことでしょ？大切なのは、自分がどうしたいか。それと行動することだと思う。そうでしょ、アドル。ほう、カーナの言う通り。物事を決めるってのはそういうことだと思うぜ。ま、お前さんの場合は見たい、知りたい、関わりたいの塊だからな。もう少し自重してほしいくらいだ。ほう。これ以上ないくらい頑張って、それでもダメだったら仕方ないわ。仮にそうだとしても、その時に得られるものがきっとあるし、別の形で納得できるかもしれない。オズマさん、よろしくね。ああ。こちらこそ、よろしく頼む。おお、こうして、オズマは自らの旅立ちを集落の住人たちに説明した。住人たちは最初こそ戸惑ったが、オズマに頼りすぎていることを認め、快く送り出してくれることになった。その間のスパーダの世話はどうするんだ？オズマの一族しかやってはいけない掟になっているらしいですが、これで準備は整ったな。生まれて以来、離れたことのない集落を留守にするのは不思議な気分だ。あ、すごくよくわかる。不安とドキドキ感が入り混じった気持ちっていうか、オズマの場合はもう少し責任感が含まれてると思うぜ。そ
それはそうと、スパータたちはどうするんだ？あ、そうですよね。基本的な世話だけならば、ある程度任せられる人がいる。あ、そうなんだ。本来ならば、それも掟で禁止されているのだが。おお。ああ、もうそれくらい許してもらおうよ。カーナのこういう明るさというか、まあいい意味での無責任さというのはオスマにはちょうどいいかもしれないですね。例の地下遺跡は集落を出て、大河沿いに北へ向かったところだ。地下遺跡は集落を出て、大河沿いに北へ向かったところ。ほう。それとおぼしき場所を地図に書き込んでおいたから、参考にするといいだろう。よし、アドリオ、そんじゃまあ出発するとしようぜ。はい。お、これで編成、行動メンバーを入れ替えることができる。ほう。そしたら、どうしようかな。デュレン、外れますか。ちょっとこの3人で行ってみましょうか。ザン、シャー、シャーで、バランスは悪くなりますけど、これでやってみましょうか。お、この人か。あ、オズマ。セサリー、本当にすまない。ウルスリンする間、スパーダの世話を押し付けることになってしまって。うん、気にしないでオズマ。私はむしろ、政治をお世話できる大役をもらって、光栄に思っているくらいだから。それよりも、どうかくれぐれも無事でいてね。みんな、あなたのことを心配してるから。そうだな。これもう結婚しちゃえばいいんじゃないですかね。結婚すればオズマの一族になるということだから、掟的にも大丈夫じゃないですか。あ、ガゾックさんいないんだ。ガゾックさんどこかに出かけている。ほう、もしかしたら樹海で会ったりするのかもしれないですね。さっきレオってやつが来て、無理やり聖獣に乗って出て行ったんだ。え、大丈夫なのか。随分大概に近づいているけど、大丈夫かな。レオ団長。あー、いた。大丈夫か、この3人。なぜ、向こう岸へ向かおうとせんのだ。ひょっとしたら3人も乗っているのが重いんじゃないですかね。アドルたちは3人別々のスパーダに乗ってましたもんね。よし、パンサーお前降りろ。ここでそんなひどい、早くせんか。つべこべ言わないで降りるんだよ。わっと、団長ちょっと静かにしないと怒ってますよ。うおぉ。ああ、だから言ったんですがね。山頂兄貴、このままじゃ流されちゃうよ。己、総員、バタ足。お助け。ここって海流がものすごくなんか複雑だとか、そんな話がありましたけど、大丈夫か。もしかして、あいつらも資源の地を目指してんのかね。聖獣では無理だと言ったのだが、なかなか話を聞かない連中でな。流されちゃったけど大丈夫なの。まあしぶとい連中だからきっと大丈夫だろう。はあ。勝手に乗ったのか。よし、それでは、行ってみましょうか。ここから北にという話でしたよね。さあ、こっちですね。この辺りがアドルの手帳にあった地下遺跡への入り口になるはずだが、ねえ、アドルは最近ここに来たはずなんだよね。お、なんだ？どうした？お腹でも減ったって。どうした？ちょっと気になることがあって。ごめんごめん、やっぱり気のせいかな。いやいやいや、言ってほしい。何でも気になったことは。よし、入り口らしきものがないか、この辺りを探してみようぜ。これはなんだ？これは？どうやら何かの仕掛けのようだが、むやみに触れていいものかどうか。ちょっと待てよ。この仕掛け、どこかで見たぜ。え？そうだ、アドルの手帳だ。ほう。確か、この仕掛けに似た図が書いてあったと思うんだが。アドルは自分の手帳を取り出した。どれどれ？あった、そのページだな。ふむ。仕掛けと同じように並んだひし形が塗り分けられているな。あ、そうか、このページか。あの左側の、よくわからないと言っていたマークか。
四隅が黒く塗られていて、そして真ん中が十字に白くなっている。よっしゃアトル、じっくり考えてみるとしようぜ。そしたらこれを調べて、地下遺跡のパズルについて、ひし形のくぼみを選択して丸ボタンを押すと、選択した場所と上下左右のくぼみに光が灯ります。選択した場所と上下左右、ほう。そしたら、あ、ここがもうすでに最初から光ってんのか。これを押すとこうなる。ほう。これで、四隅だけ暗くして、真ん中の十字に明るくすればいいのか。そしたら、これでこうして、こうすればこうなる。おおおお。開いたわ。なるほど、こんな仕掛けだったとは今まで見つからなかったわけだ。よし、アドリオ、早速入ってみるとしようぜ。はい、行ってみましょう。さあ、すごいワクワクしてきますね。イニシエの地下遺跡。おお、なんかあるぞ。何かあるぞ。何か像が立っている。そして石碑。これは、アドル、この像はもしかして、あ、これあれか、最初のキャスナンの町の採掘場にあった、あれか、見たことある。ああ、キャスナンの行動で、お前さんが声を聞いた像と同じだぜ。こんな場所にもあるなんてな。似たような像を、コモドの近くでも見たことあるば、あ、そうなんだ。昔、この辺りは王国と呼ばれる巨大な集落があったらしいが、王国か、アドリオ。確か、レムノスにもそんな話を聞いたって言ってたな。800年でしたよね、確か。確か800年ほど前だった気がする。そう、800年ほど前の話よ。レムノスは詩の題材として昔の王国のことを調べていたみたい。私や父さんがうるさいから、こっそりとやってたみたいだけど。ここは樹海に沈んだ失われし王国の遺構ってわけか。これから向かう資源の地とも関係があるのかもしれんな。ああ、さて、先へ向かうとしようぜ。カーナのが、なんかたまに、てん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 って出てくるけど、あれが、どういう、あれなのか。あれがどういうあれ。あれがどういうことなのか。何か思うところがあるのかな。翼の生えた像が静かに佇んでいる。これだけか。おお。うわぁ、普通に敵がいた。床の模様に気を取られていたけど。よし。さあ、ではどんどん先へ進んでいきましょうか。水の中を通って行く。水の中だと戦いにくいんですよね。おっと。あ、こんなところに来る。これ、いや、ちょっと待って。こっち側には、あ、宝箱ありましたね。ハンタースロー回プラス4。おお、これはカーナの武器か。あ、そういえば前回のラストで武器を新しくしておきましょうと言ったけど、キャスナンの町にそれほどいい武器が売ってなかったので買うのやめて、それで後でセルレイの町で買おうと思っていたけど買うの忘れていた。大丈夫かな。さあ、また上に登ってきて、そしてこの敵。よし。わっと、これは久々カーナのパーソナルアクションか。よし。わっと、精霊の衣。装備して立ち止まっていると HP が自動で回復していく。ほう。あ、これは休憩時間ではなく、休憩時間というか、フィールド上で立ち止まる手の自動回復ではなく、どこでも、こういうダンジョンとかでもできるのかな。あ、回復してますね。この先に何があるのか。
さあだいぶ奥まで進んできましたが、ここに石碑があるということはこの後ボス戦か。さあそれでは進んでみましょうか。このいかにもボスがいそうな、うおお、なんだこれ、機械？獣ではないですよね。聖骸の騎兵エルバーロン。これはなんか、え、足それぞれにうわっと HP ゲージがついてるのか。とりあえずこの足を打つ。びっくりした。よし、フラッシュガード決めて、それでエクストラスキル使う。ちょっと待って、足は倒したけどそれ以外のところダメージ入ってないぞ。本体はあれ、ガードガードガード、うわー、これでようやく、うっすうっす、ここでエクストラスキル使えばよかったか。うわーっと、また立った、また立った。よし、さあこれでまた下に落ちてきて、ここでおーっと、うおお、なんだこれ、なんだ、どうなった、どうなった。足の HP ゲージはなくなったけど、どこを攻撃すればいいんだ。スッスッスッ、よし、フラッシュガードでこれでエキストラスキルもう一回。ちょっと待って、みんな死にそうだ。うおお、ただ今がチャンス。でフラッシュガードを決めても吹き飛ばされるんだよな。あっと、普通のガード。ただもうすぐ、もうすぐ、よし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 、はあ、さあこれで、ここのボスを倒した、解析のボス。よし、さあこれでさらに進んでいってみましょうか。この先がタイガーの向こう側になるのか、なっているのか。出てきた、地上に出てきた。あ、墓、ここが出口だよな。何なんだここは。これはなんか人の手が明らかに入ってますよね。これはどうやら墓地みたいだが、よく手入れされているな。こんな場所から出てくるなんて、私たち資源の地に着いたんだよね。あれを見てみろ。おお、大樹があそこにあるということはもう川の向こう側。あれはひょっとしてコモドの大樹。どうやらそうみたいだな。あれが対岸に見えるってことは、アドリオ、間違いないんじゃないか？そうですね。間違いない。そうか、なんていうか、こうもっと劇的に到着する場面を想像していたんだがな。ついてみると意外にあっさりというか、知らないうちに渡って、うわ知らないうちに川を渡ってましたもんね。で、どうした？いや、カーナ、無理に盛り上げなくてもいいぞ。いや、そうじゃなくて、なんだ？ん？墓はどうかしたか？うん、墓碑を見てみて。多分びっくりすると思うから。墓碑だと？アドル、アドルクリスティンって書いてあるぞ。アドルたちは墓を覗き込んでみた。埋葬された者の名前が刻まれている。アドルクリスティン、ここに眠る。ヒア、ライズ？アドルクリスティン、デッドアットザエイジオブ18。18歳で死んだ。アドル、そういえば最初、一番最初は18歳って言ってましたっけ？このゲーム始まった時。僕は死んだの？なかなかの名言だな。
同姓同名の人間でもいない限りはそういうことになるが、まず墓地があるということは資源の地にも人は住んでいるようだ。人里があるとしたらここからそう離れてはいまい。添えられている花もまだみずみずしいし、墓碑も最近建てたものみたいだな。あと地下遺跡に入ってからずっと気になってたことなんだけど、あの通路最近人が通った形跡が全くなかったわ。え、アドルはじゃあどうなったんだ？そんなはずは、なぜわかる？両方聞きたい。そんなはずは、私もそう思ったんだけど、だがアドルはここへ来たからこうして墓があるわけだろ。ここを通っていないならどうやってタイガーを渡ったってんだ？それは想像もつかないな。そもそも本人が生きているにもかかわらず墓があること自体が謎だからな。あれを見て。鳥、前に紙飛行機みたいだと言った鳥ですね。これは本当に鳥なのか？あれはセルレイでも見た鳥じゃないか。鳥じゃないわ。鳥にしては羽ばたいていないもの。鳥じゃなきゃあれは何なんだよ。資源の地の奥から飛んできたみたいだけど。お、アドル大丈夫？人はいつか空を駆けることになる予定です。このように自らが作り出した翼の力によってね。おいおい、なんだ、今度はどうした？アドルは脳裏に響いた声について説明した。なんだそりゃ、意味がよくわからないな。とにかくこの先にやたらと謎が待ち受けていることは分かったぜ。ワクワクしてきた。どの道ここで考えていても仕方ないじゃない。あ、出発するとしよう。アドル・クリスティン、ここに眠る。よし。他の墓は調べられないのか。さあ、そしたらこの先はまた次回やっていくことにしましょうか。あの体重が向こう側にある、この川を渡ってこっちに来ましたけど、ただアドルはどうやってここに来たのか、そしてどうやってまたキャスナンの方まで戻っていったのか、そのあたりが全く謎ですけど、空を飛んできたのか、空を飛んできたのかな。そのあたりはまたこの先に進めばわかるのでしょうか。よし、では今回はここで終わりにしましょう。この先資源の地はまた次回やっていきたいと思います。